それでは改めて皆さんおはようございます。大変今日も暑さが響いておりまして、まあ、なんとなく冬が近くに来たなというか、本来ですともう少し冷えておったまた今なのかなというような日に越していただいて集まりをいただきました。お口調の表彰式ということで、今日皆さん方に表彰状をお渡しをするんですが、日々それぞれ皆さんが今までご活躍された、そしていろいろな意味でご貢献をされたことに対する表彰でございますので、私から何かということを申し上げることはございません。ただ昨日夜ほとんどの皆さん方がお月さんを掲げられたんではないのかな。実はご存じの方もたくさんお見えになると思います。140年ぶりにこの日本全国で見ることができた月ということで、我々が生まれる前に我々のご先祖たちが眺めながら、ああ綺麗だなと思って見て見えた思いを考えますと、この宇宙という町も本当に皆さん方のいろんな意味でのご尽力によって素晴らしい町に少しずつ変わりつつあるんではないのかなって思う次第であります。女性の方もたくさんお見えになりますので、ここに大口町に嫁いでみた時にはこの大口町、私はこんな田舎に来てよかったかなっていうようなことを思われた方もお見えになるでしょうし、また職員の元職員の皆さん方もお見えになりますのであれですけど、本当にこんなところで私こんなところで働かなかんのかなって思われた方もお見えになったかもしれません。そして長きにわたりご貢献をいただいた皆さん方のおかげで、こんな素晴らしい町に変わりつつあるということになります。今日この場でこの町が終わるわけではありません。これからも皆さん方が作っていただいたいろんな意味での方策や知恵やいろんなものをお借りしながら、まだまだこれから先にこの町を少しでも住んでみる皆さん方が住みよかった、住みやすい町だって言っていただけるような努力をしていかなければならないと思っています。ただそれは、現職である我々や、そして地域の皆さん方がこう日々のことによって起きることであって、一つの目標を持ってやるわけではありません。ぜひそういう意味で、いろんな観点から見ていただきたい。そして、いろんな観点から皆さんの、私は一区切り済んだで表彰状をもらったで、こんで静かにしとりゃいいかななんてことは思わんでもいいもんですから、これからまっとまっと行さん皆さん方にこういろんなことを発言していただいて、ここはこうしなかんっていうようなことを、歴史の中から学んでいきたい。そして皆さん方のお言葉からいろんなことを引きずり出すことによってまた新たな考え方ができてくるのではないかと思っておりますので、ぜひお力添えを引き続き賜りたいというふうに思っております。そしてもう一つは、このマスクに称えられるように言われるように今この中であります。たまたま昨日は名古屋市がコロナゼロでした。でもこうして表彰式の日ですよ、マスクつけてここで皆さんに祝辞を述べるなんてのは、今から2年前だったらお前何考えてるんだっていう話になるわけです。ところが今マスクつけんだからあれ何考えとんだっていう話になってしまう。やっぱこのほんと少しのことや本当に何かの出来事によって我々の生活や今までの慣習を全て切り替えなければならないという大変な時期であります。まだまだこれから暮れがあり正月がありということになりますと第6波が心配をされる。そして世界中では本当にまだまだコロナが蔓延をしているという状態の中で、どこでどうなったか分かりませんが、日本だけがやっぱり少しこう出てる。これはやっぱり日々皆さん方がこのマスクの着用をほとんどの皆さん方がされてるがゆえ、これしか考えられないっていうことを医師会の主治医の皆さん方がおっしゃったんです。もちろんワクチンもあります。世界中の G7 の中でも
72.5% が日本で 72.3% がカナダだったと思うんですが、日本が G7 の中でも一番ワクチンの接種率が高い、もちろんこれも一つの要因かもしれません。ですが日々の生活の中で皆さん方がやはりいろんな意味できっちりしたことをやっていただいているのが一番大きなことだと思います。それをやはり今後とも後世に伝えながら、本当に素晴らしい日本という国、そしてそこの中にある大口商というものを作ってまいりたいというふうに思っておりますので、ぜひお力と支店補充をこれからもいただきますと、ここからお願いを申し上げ、そして今後の皆さん方のご活躍、そしてご多幸に心からご記念を申し上げまして、祝辞に返させていただきます。本日はおめでとうございました。続きまして、同じく共催者であります法務次長社会福祉協議会会長社本和弘が質疑を申し上げます。改めまして皆さんおはようございます。本日の式典にあたりまして、共同の今の、進行役の社会福祉協議会の会員としてご挨拶を申し上げます。大変今のコロナ禍で対策のために今日午前は3回に分けてという形での式典となりますが、ご理解の方法よろしくお願いを申し上げたいと思います。まだ日頃はですね、社会福祉協議会の活動事業につきまして皆様から温かいご支援ご協力いただいておりますので、心から熱くお願いを申し上げます。実は今第1部ではですね、本日は水崎金婚をお迎えになられました皆様、またこの2部では社会福祉の挑戦に種にわたり力強くお力をいただいております皆様、さらに在宅での介護を長きにわたり一心にお尽くしをいただいております皆様、このご功績に対しましてのご検証、また高齢者の外出時に便利なセニアカー、コロナウイルス対策用のフェイスシールド、手作りの心温まるマスクをお送りいただきました方々に対しましては、心から感謝を申し上げる次第でございます。冒頭に申し上げましたように、コロナウイルスの感染対策のためにこのような形になっておりますけれども、少しお話しさせていただきたいのは、実はその今の絵本のことで申し訳ございませんが、実はこの1週間この町、また今のこの今の国はどうなるんだろうかっていうようなことをですね、実は5歳の孫が今のおじいちゃんどう見ますかっていう話をされます。どうだろうね、それをどうも絵本みたいにこうなんか絵を描いて渡すんだっていう形をしてましたらね、そしたら今やっぱりこういう今の町の中で小さなまあお宮さんとか森があるところで、まあ動物たちが楽しく遊んでると、それも見て背景はどんな色なのって言ったら黄色なんだって言うんですね。でどうもよく見るとイチョウの葉っぱをたくさん描いてまして、ああそうかと、やっぱり銀杏がなって動物たちもそれを一緒にまあ楽しんでその緑の秋を過ごすんだねという話をしておりました。そんなことをしておりまして、まあこれはきっと私も大きくなったらそうなるんじゃないかなと思いますよってことを言ってたんですが、たまたま昨日テレビでちょっとそういったものを見てましたら、実は今のこのまあ、日本のですね山の、まあ、山の中でそういった形の中で、実は小鳥がですね本当に今の身近な今の集落の中で皆さんが今の生活している中で平気でこういった人間の今身をですね一生懸命取っているというのもありまして、ああやっぱりこういうのもやっぱり子どもたちが読んでいるからそうなんだなと思ってましたけれども、まだまだそういったところが日本にはあるのかなと。ですからまあ結構固い話のお話がございますけれども、実際にやっぱり子どもたちが考えているのはそういうのもあるのかなと思います。ぜひともですね、こういった今の大口町のように緑もあり、今の工業もありというこういう町がいつまでも良然の町として流れていくことが一番の今の楽しみではないかと思っております。まあ、そんなことをですね、
つくづく感じましたので、今日ぜひとも皆さんにご紹介をしてというふうに思います。どうかこの今の福祉協議会におきましてはですね、そういった今の環境の中ではございますけれども、なかなか毎日思い通りにならないこともたくさんあると思いますけれども、そういった中でですね、少しでも今のこの町で暮らしてですね、福祉を支える身近な組織として、これからも皆様方と寄り添い、あらゆる世代の支援の支援を共に進めてまいりたいと思っておりますので、どうかさらなる支援ご協力をお願いしたいというふうに思っております。結びにあたりまして、皆様方のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げまして挨拶させます。本日は誠におめでとうございます。それでは、ただいまより法務局長表彰条例により自治功労者表彰を執り行わせていただきます。町長ご相談ください。この表彰は、町政の発展に長年ご尽力いただきなど、自治の功績が顕著な方に贈られます。受賞記念品は、菊の紋章の襟章です。お名前をお呼びしましたら、前にお進みください。酒井国江さん。はい。松井美奈さん、永井由美子さん、はい、天野博史さん、はい、上野哲也様、はい、前田芳美様、はい、表彰状、酒井国江様、あなたは永年にわたり公職の職務を認定し、法務局長政の進展と住民福祉の向上に多大なる貢献をされました。本日その功績を称え、法務局長表彰条例に基づき表彰をいたします。令和3年11月2日、開始点になる法務局長とすることで、松井美奈様、はい、表彰状、松井美奈様、以下のご協力をお願いします。ありがとうございます。永井由美子さん、はい、表彰状、永井由美子様、いただきます。
ありがとうございます。ママのひろし様。はい。同症状、天野裕二様、いかがでございます。はい、ありがとうございます。上野哲也様。はい。同症状、上野哲也様、いかがでございます。前田一美様。はい。ご承知を前田一美様、ありがとうございます。江口康史様。はい。ご承知を出口康史様、以下同文でございます。ありがとうございます。どうぞ席までお戻りください。皆様おめでとうございます。次に、法務次長社会福祉協議会、公共保険に基づく会長表彰を取り行います。会長、ご登壇ください。この法章は福祉関係ない団体の長、高齢者等の家庭介護などに5年以上ご尽力いただいた方に贈られます。受賞記念品は犬山焼カップです。お名前をお呼びしましたら前にお進みください。奥村三恵様。笹山恵子様。はい。小山に奥村の知恵様。表彰状、奥村光恵様、あなたは多年にわたり社会福祉の向上と発展に尽力されました。その功績は誠に多大でありますので、令和3年度大口町表彰式において
今回の表彰規定により表彰いたします。令和3年11月20日社会執行時大口町社会執行委員会会長社本和弘。表彰状、笹山恵子様、あなたは多年にわたり社会福祉の向上と発展に尽力されました。その功績は誠に多大でありますので、令和3年度大口町表彰式において今回の表彰規定により表彰いたします。令和3年11月20日社会福祉法人大口町社会福祉協議会会長社本和弘。どうぞ席までお戻りください。なお、棚村義弘様、美和克恵様は都合によりご欠席です。また、環境表彰の受賞記念品として、犬山焼きパックを席にお配りしております。お帰りになられましたら、ぜひお手に取ってお使いいただけます。お迎えになられたご夫妻など、一堂にご出席を賜り、表彰式を執り行わさせていただくこととしておりましたが、本年度におきましても、昨年と同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、受賞される方のみご出席のもと、時間を分け、開催させていただくこととなりました。皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。それでは大変お待たせをいたしました。開式の言葉を大口町議会議長には務より申し上げます。皆さん、こんにちは。ただいまより大口町および大口町社会福祉協議会主催による大口町表彰式第3部を挙行いたします。続きまして、大口町を代表して、大口町長、鈴木正弘が式辞を申し上げます。改めまして皆さん、こんにちは。大変
土曜日のお忙しい時間に皆さんにご参加いただきました。まずもって心から感謝を申し上げる次第でございます。昨日の夜、多分皆さん方全員、ほとんどの皆さん方が宇津木さん眺められたんじゃないのかなと思っておりますが、あれもご存じの方もお見えになるかもしれませんが、日本全国で皆既月食が見れたというのは今から140年前に一度だけあって、今まであの例えば九州で見えるとか北海道で見えるとかっていうのはありましたけども、日本の国民が全員その皆既月食を眺められたというのは140年ぶりの出来事であるというようなことでございます。まあ、それにかこつけ、この1年半本当に皆さん方にご迷惑をおかけを、今もご迷惑をおかけをしております。コロナ感染症、今日もこうして全員の皆さん方にマスクを着用してご出席を賜っております。そして本来祝辞を述べる私がこの場でマスクをして皆さん方に祝辞を述べるなんていうのは1年半前でしたら非常識というようなことになるものが、たった1年というこの短い期間の間にマスクを着用しない方が非常識という話になってしまう。まあいわゆる1年という長い期間が本当にある意味、反対から見ますと1年という短い時間の間に生活様式がゴロッと変わってしまう。やはりこれが、まあ、人間社会とかこの地球上で起きた一番大きな出来事ではないのかなと思う中で、140年前に我々のご先祖さんが空を眺めて、ああこれが皆既月食か、昔で言うならなんか悪い出来事が起きるんじゃねえかっていうようなことを思われた方もお見えになったっていう話を聞いたことがあります。まあ、それがコロナという形なのかどうなのかはそこは分かりませんが、なんとか昨日も名古屋市はコロナ感染者ゼロということであります。まあ、世界中がコロナという中で、コロナ禍という中で日本だけがなんとなくコロナの数がどんどん減り、感染者がどんどん減っていくということであります。まあこれは何かのどこかにご縁があるのかどうか分かりませんが、そこらは日本国民であるということをやっぱ誇りに思う必要があるんじゃないのか。まあ、それにかっこつけますと、今日の新聞に載っておりましたけど、 G7 では G7 の国の中で日本が一番たくさんワクチンを打っている、その次はカナダということになっているというふうに今日新聞で会見はしましたけど、やはり日本国民のその一つのことに対する集中力、そしてまたみんな一致団結して何かをやっていくんだという、その素晴らしい、まあ、大和魂というのかどうか分かりませんが、そんなものが我々の体の中に、心の中に受け継いでいるんではないのかなと。そして今日お集まりをいただいた皆さん方に、いろんな多方面においてこの部長に対してご貢献をいただき、そしてまたご協力をいただきました。そして今日中学生の子が生徒さん方にお見えになっています。小口を代表して、小口中学代表して大会に出ていただいて素晴らしい成績を残していただいた皆さん方、我々が将来を託すべき子どもたちの活躍もこの1年の間にあったことであります。ぜひそういう意味で、今まで皆さん方がこう当たり前のようにこうやって見えたことが、今本当に大口町にとって大切なことであり、またそれがこの大口町を動かしていただける大きな力になっている、そのことをぜひもう一度個人個人の皆さんにしてみますと、これは当たり前のことを俺はやっとるんでっていうふうに思われる方もお見えになるかもしれませんが、それは決して当たり前ではなく、やはり皆さん方の心の中にこの大口町という町を息づかしていただいている、その根底に
その力っていうものが出てくるんではないかなと思っております。ぜひこれからもいろんな意味で、お力をいただきながら、そしてまた将来の子どもたちのために素晴らしい町に少しでも努力してまいりましょうとんでございますので、ぜひ皆さん方のお力をお借りしたいと思っておる次第であります。そして中学生の皆さん方には、我々の将来が皆さん方に、将来というか、あなたたちの将来は自分たちの手で作っていただく、その一生を担うべく、我々としては日々のいろんなことをやってまいります。ぜひ、自分たちの将来を考え、この町を考えていただきますことを心からお願いをしたいというふうに思っております。そして、最後になりますが、今日はそれぞれ皆さん方の今後のご健勝とご多幸を心からお祈りをいたしまして、祝辞に返させていただきます。本日はおめでとうございます。それでは、ただいまより大口町交渉規定に基づく表彰を執り行わさせていただきます。町長ご登壇ください。この褒章は大口町の発展または公益のため多大な貢献をされた方、もしくは文化およびスポーツの発展に貢献し顕著な功績を挙げられた方などを表彰するものです。本日は10名と29団体の皆様に感謝状を、2名の方に褒章状を贈呈させていただきます。はじめに感謝状の贈呈です。長年にわたり地域のパトロール活動を続けられ、安全な街づくりにご貢献いただいた皆様です。お名前をお呼びします皆様、前にお進みください。はじめ誠司様。はい。秋田区地域安全パトロール隊様。はい。豊田区会地域安全パトロール隊様。はい。戸坪区地域安全パトロール隊様。はい。小木田上郷区地域安全パトロール隊様。お名前をお呼びしましたら順に前にお進みいただき受賞してください。多治見誠司様。はい。感謝状、多治見誠司様、あなたは多年にわたり大口町の安全安心を続けに尽力されられました。その功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日愛知県の大口町長を続けませんありがとうございました。地域安全パトロール隊様。はい。感謝状、秋田区地域安全パトロール隊隊様。木団体は3年にわたり大口町の安全安心な町づくりに尽力されました。その功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日会見の部長長です。ありがとうございました。
会地域安全パトロール隊様。はい。感謝状。豊田区会地域安全パトロール隊様、監督でございます。ありがとうございました。安全パトロール隊様。感謝状、トツボック地域安全パトロール隊様、以下同文でございます。ありがとうございました。小木田ファミゴーク地域安全パトロール隊様。はい。感謝状、小北上郷区地域安全パトロール隊様、以下同文でございます。ありがとうございました。どうぞお席までお戻りください。感謝状、長岡地区防犯パトロール隊様。キー団体は多年にわたり大口町の安全安心の街づくりに尽力されました。その功績は誠にたたえられます。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月2日愛知県の大口町とありがとうございました。防犯パトロール隊様。はい。二谷地区防犯パトロール隊様、加藤君でございます。ありがとうございました。上尾部地区地域安全パトロール隊様。はい。感謝状、上尾口地区地域安全パトロール隊様、加藤君でございます。ありがとうございました。中尾口地区地域安全パトロール隊様。はい。感謝状、中尾口地区地域安全パトロール隊様、ありがとうございました。
域安全パトロール隊様、はい、感謝状、シニア地域安全パトロール隊様、いかがでございます。ありがとうございました。島尾地区地域安全パトロール隊様、はい、感謝状、下宇地区地域安全パトロール隊様、ありがとうございました。いかがでございます。どうぞお席までお戻りください。さつきが丘区安全安心隊様、はい、神話会様、はい、かきた防犯パトロール会様、はい、パトロール団様、はい、大口親父の会様、はい、お名前をお呼びしましたら順に前にお進みいただき受賞してください。さつきが丘安全安心隊様、はい、感謝状、さつきが丘区安全安心隊様、地域団体は多年にわたり大口町の安心安全な街づくりに尽力されました。この功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日愛知県三河の大口町と続けます。ありがとうございます。はい、感謝状、神話会様、以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。防犯パトロール会様、はい、感謝状、柿田防犯パトロール会様、以下同文でございます。ありがとうございます。感謝状、大口南小学校区安心パトロール隊団様、以下同文でございます。ありがとうございました。西小校区与野安心パトロール団様、はい、
感謝状、大口に自称が多く安心パトロール団、パトロール団様、おめでとうございます。大口親父の会様、はい、大社長、大口親父の会様、いかどうもでございます。ありがとうございました。どうぞお席までお戻りください。感謝状、大口町地域安全パトロール協議会様、キー団体は多年にわたり大口町の安全安心な街づくりに尽力されました。この功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日大口町大口町長進みませんありがとうございました。感謝状、高倉明様、あなたは多年にわたり大口町の安全安心な町づくりに尽力されました。その功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日大口町長進みませんありがとうございました。感謝状、垣田地域安全パトロール隊様、キー団体は多年にわたり大口町の安全安心の町づくりに尽力されました。その功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日大口町長進みませんありがとうございました。受賞された皆様おめでとうございます。なお安藤宇多子様、萩島地域安全パトロール隊様、西小工区さつきが丘安心パトロール団様、嘉江市地域安全パトロール隊様は都合によりご欠席です。次に住民の参画と参加のまちづくりに長きにわたりご尽力いただいた方々の表彰です。お名前をお呼びします皆様、前にお進みください。川島紀之様、はい、
加古光三様。はい。水谷林八様。はい。石黒照人様。はい。お名前をお呼びしましたら順に前にお進みいただき受賞してください。川島紀之様。はい。会社長、川島紀之様、あなたは多年にわたり本部長の住民の参画と参加の街づくりに尽力されました。その功績は誠に多大であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日本部長表彰します。ありがとうございました。会社長、加古光三様以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。水谷林八様。はい。会社長、水谷林八様以下同文でございます。ありがとうございました。石黒照人様。はい。会社長、石黒照人様、以下同文でございます。ありがとうございました。どうぞお席までお戻りください。受賞された皆様おめでとうございます。なお岩根小夜子様は都合によりご欠席です。次に新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け各種物品をご寄贈いただいた方々の表彰です。お名前をお呼びします。皆様前にお進みください。東急株式会社様。はい。トヨタ自動車株式会社様。はい。株式会社東海理科様。はい。農業協同組合様。はい。株式会社シルビア様。はい。新日本ファスナー株式会社様。はい。順に前にお進みいただき受賞してください。東急株式会社様。はい。会社長、東急株式会社取締役社長元藤正幸様。記者は本部長における新型コロナウイルス感染症対策に深いご理解を寄せられ多大なご協力をいただきました。心温まるご支援に対し感謝の意を表します。令和3年11月20日本部長を進めますよ。ありがとうございました。ありがとうございます。トヨタ自動車株式会社様。はい。
感謝状、トヨタ自動車株式会社サービスパーツ物流部部長山下俊明様、以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。株式会社東海理科様。はい、感謝状、株式会社東海理科代表取締役社長井上藤弘様、以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。愛知北農業協同組合様。はい、感謝状、愛知北農業協同組合代表理事組合長大八木泉様、どうもでございます。ありがとうございました。株式会社シルビア様。はい、感謝状、株式会社シルビア代表取締役加藤雅史様、同文でございます。ありがとうございました。新日本ファスナー株式会社様。はい、会社長、新日本ファスナー株式会社取締役社長石田博様、以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞお席までお戻りください。受賞された皆様おめでとうございます。次に公益のため各種物品の寄贈、寄付金をいただいた方々の表彰です。お名前をお呼びします皆様、前にお進みください。チューブケーブルネットワーク株式会社様。はい。社本宮明様。はい。藤田高尾様。はい。アスカテック株式会社様。はい。お名前をお呼びしましたら順に前にお進みいただき受賞してください。チューブケーブルネットワーク株式会社様。はい。会社長、チューブケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長奥村義之様、記者は本部長の防犯および災害対策に深いご理解を示され多額のご寄付を賜りました。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月2日本部長長鈴木雅弘、ありがとうございました。宮明様。はい。感謝状、社本宮明様、あなたは本庁行政に深い理解を示され、本庁中学校生徒の修学旅行実施および大口開園桜の育成にあたり多額の寄付を賜りました。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日、大口長と続きませんよ。ありがとうございました。
田隆夫様、はい、感謝状、藤田隆夫様、あなたは本庁の福祉行政に深いご理解を示され、多額のご寄付を賜りました。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日、小口町長、鈴木正弘、ありがとうございました。アスカテック株式会社様、はい、会社長、アスカテック株式会社様、記者は本庁の環境行政に深い理解を示され、環境に配慮した公用車室内用抗菌消臭スプレーをご寄贈賜りました。よってここに深く感謝の意を表します。令和3年11月20日、小口町長、鈴木正弘、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞお席までお戻りください。受賞された皆様、おめでとうございます。続いて褒章状の贈呈です。この表彰は水泳競技、陸上競技それぞれにおいて全国大会に出場されるなど優秀な成績を収められた皆さんを称えるものです。お名前をお呼びします。皆様、前にお進みください。山田太陽様、はい、宮本京吾様、はい、お名前をお呼びしましたら前にお進みいただき受賞してください。山田太陽様、はい、褒章状、山田太陽様、あなたは水泳競技において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され、第61回全国中学校水泳競技大会に出場しご健闘されました。このことは部長に夢と元気を与えてくれるとともに、スポーツ振興に大きくつながるものです。よってその栄誉をたたえ表彰いたします。令和3年11月2日、小口町長、鈴木正弘、ありがとうございました。宮本京吾様、はい、褒章状、宮本京吾様、あなたは陸上競技において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され、第48回 全日本中学校陸上競技選手権大会に出場しご健闘されました。このことは小口町に夢と元気を与えてくれるとともに、スポーツ振興に大きくつながるものです。よってその栄誉をたたえ表彰いたします。令和3年11月20日、小口町長、鈴木正弘、ありがとうございました。
それでは皆様こんにちは。開会に先立ちまして、お願いがございます。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただきますようお願いを申し上げます。本来でありましたら、大口町表彰式はただいまここにご出席をいただいております皆様をはじめ、大口町の発展または公益のため多大な貢献をされた方、まためでたく結婚50周年をお迎えになられたご夫妻など一同にご出席を賜り表彰式を執り行わさせていただくということにしておりましたが、本年度におきましても昨年度同様新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し受賞される方のみのご出席のもと時間を分け開催をさせていただくこととなりました。皆様には何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。それでは大変お待たせをいたしました。開式の言葉を大口町議会議長には務むより申し上げます。皆さん、改めましてこんにちは。ただいまより大口町および大口町社会福祉協議会主催による大口町表彰式第4部を挙行いたします。続きまして大口町を代表して大口町長鈴木正弘が式辞を申し上げます。テレビの皆さんこんにちは。大変出にくい時間に皆さん方にご出席を賜ります。まずもって心からお礼を申し上げる次第でございます。どこかに皆さん方お見えになりますんであれですけれども、午前中の診察、そしてその後も大変貴重なお時間を頂戴をいたしましたことは、心からお礼を申し上げる次第でございます。日頃は大口町政に関しまして、大変の皆様方にご尽力を賜っておりますこと、そしてご理解を賜っておりますと、高い席からでございますが、心から感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございます。とりわけ、このコロナのワクチン接種に関しましては、ドクターの皆さん方にも本当にお世話になりました。おかげさまで、大口町、本当にそんなに多くの患者を出すことなく、なんとかこのお正月を迎えれるんではないのかなということを思っておる次第でありますが、これは一重に本当にドクターの皆さんや医療関係者、従事者の皆さん方が、個人力を賜らなければ何としようもなかった事実でございます。まだまだ第6波ということも言われておる中ではありますが、愛知県の中でも大口町高水準の中で、接種を終えることができました。ご存じの通り、この第3回目というようなことも今ささやかれるというか決定になってくるであろう、その時期になりましたら先生方の、医療従事者の皆さん方のご尽力をまたお借りをしながら、接種をしてまいりたいというふうに思っておる次第でございます。そして、今日は地方自治に関しまして、本当に多大なるご尽力をいただいた皆さんにもご出席をいただいております。本来でしたら、お一人お一人、皆さんのお宅を訪問して、お礼を申し上げるのは筋だというふうに思っておりますが、こういう時期もございますので、この表彰式を変えてお礼に返させていただきたいというふうに思っておる次第でございます。昨日の満月、そして月食を見られた方、今度の方が見られたと思いますが、先ほどもちょっと会場の時に他の会場でお話をさせていただいたんですが、日本で月食を見ることができたのは
日本全国から行きますと140年ぶりに見れた月食らしいです。と申しますのは、例えば九州地区で見えるとか北海道地区で見えるとかどっかで見えるっていうことはたくさんありますが、日本全国の人が同じ月を眺め、ああ月食だなっていうふうに思っていただけるっていうのは、140年前我々の当然先祖の皆さん方が見られた時、この小口町の景色は本当に田んぼと畑しかなかった、そんな時だったろうというふうに想像します。そして明かりもあまりない中ではあるために、夜空の冬の星空もきれいに見えた中で多分見られたんではないのかな。そして140年経った日の皆さんと一緒に見ることができたこと、これはなんとなくお月様を見る、そして月が欠けていくというところを見ると、私の人たちはあまりいい現象じゃなかったようなことを言われる方も歴史の中にもありました。ですがこのコロナを乗り越えて、そして庶民の皆さんや企業の皆さんや僕に住んでいただける皆さん方が元気にこう活動をしていただけるということは、本当にありがたいことだなということをつくづく思う次第でありますし、またこの1年半の間に今までの常識が非常識になり、非常識だったことが常識に変わっていく、またこれは新たな一つの町として一つの大きな転機であるというふうに今私ども職員考えながら、今後のいろんな意味での調整のあり方を今後やってまいりたいというふうに思っておる次第であります。来年度は小口町60周年になります。まあ、60周年の一つのかけらとして、その一歩としてまた新たな展開、そして新たな、まあ、ライフスタイルを、そして町の新たなスタートを切っていかなければならないということでございます。ぜひ今後とも皆さん方にご尽力を賜りながら、今までのご功績そしてご苦労に感謝を申し上げながら、また新たなスタートを切っていきたいと思っておりますので、これからも皆さん方にご理解とご協力賜りますこと、そして今日お集まりにいただきました皆さん方がますます発展されること、そして健康であられることをこれから願いまして、食事に変えさせていただきますが、もう一つだけ言わせていただきたいのは、やはりこの町の持っている力の凄さ、それをぜひもう一度皆さん方で味わって考えていただきたいと思っております。何かと申しましても、たかだか2万4千人の小さな町ではありますが、やはり町民の皆さんや皆さん、本当にここに住んで見える皆さん方、そして小口町で企業を営んで見える皆さん方の本当の力が一つに合わさる力の強さ、これが小口町にある一番の力だというふうに思っておりますので、この力をまた十分おのおのが発揮していただきますけど、心よりお願い申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。本日はありがとうございました。それではこれより、大口町表彰条例に基づく一般表彰を取り行わさせていただきます。町長ご登壇ください。この表彰は、町政の進展、または社会福祉、および保健衛生に多大なご貢献をされた方を表彰するものです。それでは初めに、町内の公立学校校医として、長く子どもたちの健全な育成にご尽力をいただいた方の表彰です。
お名前をお呼びしましたら、前にお進みいただき、受賞してください。伊藤秀幸様。はい。表彰状、伊藤秀幸様、あなたは多年にわたり本町小学校の歯科医として尽力され、児童生徒の健康管理に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、小口町表彰条例に基づき表彰をいたします。令和3年11月20日小口町表彰をいただきます。ありがとうございます。なお、森進様、宮地昭彦様は、都合により、ご欠席です。次に、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、ワクチン接種の推進および実施において多大なご尽力をいただいた皆様のお表彰です。お名前をお呼びしましたら、前にお進みいただき、受賞してください。一般社団法人美北医師会様。表彰状、一般社団法人美北医師会会長今井秀夫様。機会は大口を向ける新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、小口町表彰条例に基づき表彰をいたします。令和3年10月20日小口町表彰をいただき、ありがとうございました。美北看護専門学校様。表彰状、美北看護専門学校学校長渡辺貴俊様。機構は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰をいたします。令和3年11月20日大口町長鈴木正弘、ありがとうございました。美北薬剤師会様。はい。表彰状、美北薬、失礼しました。表彰状、美北薬剤師会会長加藤真嗣様。機会は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰をいたします。令和3年11月20日大口町長鈴木正弘、ありがとうございました。今井委員様。表彰状、今井委員、委員長、今井秀夫様。委員は、大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされます。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰いたします。令和3年11月20日、大口町長鈴木正弘、ありがとうございました。医療法人医人会桜総合病院様。はい。表彰状、
医療法人医人会桜総合病院院長小林豊様、議員は小口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。法人層の設置を抱え、小口町表彰条例に基づき表彰いたします。どうもありがとうございました。鈴井クリニック様、はい、表彰状、鈴井クリニック院長鈴井達也様、議員は小口町における新型コロナウイルスワクチン接種に1回ご理解をされ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ご人その功績を称え、小口町表彰条例に基づき表彰いたします。よろしくお願いします。コスモス眼科様、はい、表彰状、コスモス眼科院長川上美子様、議員は小口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、小口町表彰条例に基づき表彰いたします。以上同文です。ありがとうございました。在宅医療ロータス様、表彰状、在宅医療ロータス院長小林和正様、議員は小口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、小口町表彰条例に基づき表彰いたします。いただきます。ありがとうございました。株式会社羽黒薬局様、表彰状、羽黒薬局大口店株式会社羽黒薬局代表取締役奥村智弘様、社は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰いたします。以下同文です。はい、ありがとうございました。麻耶調剤薬局有限会社アフロディーテ様、はい、表彰状、麻耶調剤薬局有限会社アフロディーテ D キス代表取締役千田信弘様、記者は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰をいたします。以上同文です。ありがとうございました。調剤薬局有限会社大光堂薬局様、はい、表彰状、尾崎調剤薬局有限会社大光堂薬局代表取締役千田氏信弘様、以下同文でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
株式会社青山製作所様、はい、表彰状、株式会社青山製作所代表取締役社長青山幸義様、記者は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町表彰条例に基づき表彰をいたします。伊藤道君です。ありがとうございました。株式会社東海理科様、はい、表彰状、株式会社東海理科代表取締役社長箕輪幸義様、記者は大口町における新型コロナウイルスワクチン接種に深いご理解を寄せられ、ワクチン接種の推進に多大な貢献をされました。ここにその功績を称え、大口町に関しては詳しいことは何も書いてございません。ただ今まで皆さん方がやっていただいたご功績に表彰状として書かせていただきましたが、本来ですと内容が一緒なもんですから、同時に以下同文という形で読まさせていただくのが筋かと思います。そしてお時間を 取らせていただきましたのも大変ご迷惑になるかということでございますが、我々大口町民にとって本当に今日ここにお集まりいただいた皆さん方のご尽力に本当に敬意を表するために一文ずつ読ませていただいたということでございます。薬剤師の先生方におかれましては、本当にワクチン接種、集団接種するときに事前の問診をしていただいたり、先生方は自ら直接町民に接種をしていただき、そして企業の皆さん方には社内にあるバスをお借りをして企業接種に向かう、富山の会場でありました会場へ車で運んでいただいた町民の皆さんを運んでいただいたり、そして集団接種をやっておりました会場のいろんな意味でのお手伝いをいただいたり、町民でない方たちの力も本当にお借りしながらやってまいりました。そして工業クラブさんにおかれましては、大口町の中の企業の皆さん方の接種にもご協力、そしてお声を出していただいて、工業クラブ様を中心として企業接種をやらせていただきました。それがおかげをもちまして、本当に感染者が出ることなくスムーズにこうして回ってまいりました。これは大口町の職員がやるべきことかもしれませんが、到底なし得るものではありません。先ほどご挨拶の中でお話をさせていただきましたが、本当にお一人お一人のその力が合わさって、本当に今回のワクチン接種なんとか成功率に収められたんではないのかなというふうに思っております。それがゆえにちょっとお時間を頂戴して文章を読ませていただきました。その一文一文にはそれぞれこれにワクチン接種に関わっていただいた皆さん方に対する大口町のお礼だというふうにお考えをいただきたいというふうに思っておりますし、町民を代表いたしまして深く心から感謝を申し上げます。お時間を頂戴しましたことを誠に申し訳ありませんが、町民を代表して心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。本来でありましたら、ご来賓にご臨席を賜り、ご祝辞をいただくことになっておりましたが、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご案内を控えさせていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
それでは平式の言葉を大口町議会副議長江端光義より申し上げます。これをもちまして大口町表彰式第4部を閉会いたします。本日はありがとうございました。はい、皆様どうも大変、お疲れ様でございました。お帰りの際は交通安全に十分お気をつけて、お帰りをください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。